んにちは、ムーチューブです。ピクミンを連れて、浅草までお散歩してきましたよ。そして、2021年11月3日より、くら寿司さんが、またまた、鬼滅の刃コラボ。もちろん、行ってきました。店内に入ると等身大のキャラクターパネルがお出迎え、大人げなくキッズを蹴散らして写真撮影、嘘。とにかく年末までくら寿司さんは、鬼滅の刃コラボで大忙しだと思います。さて、今回のキャンペーンで店頭配布するコラボグッズは、テイクアウトを含む税込み2500円の会計ごとに、先着順に1個もらえるもの、第6弾までありますが、今回は、第1弾、下敷き。11月12日からは第2弾、クリアファイル。11月19日からは第3弾、カレンダー。12月3日からは第4弾、クリアファイル。12月10日からは第5弾、ノート。12月17日からは第6弾、トランプ。となっております。また、くら寿司さんといえば、ビックラポン。こちらは、箸置き、全5種類。ラバーアクセサリー、全5種類。缶バッジ、全5種類。ミニキャラ缶バッジ、全14種類。というラインナップです。2021年12月31日までの予定とのこと。今回の狙いは、もちろん、ラバーアクセサリーと、缶バッジの伊之助です。まず、頼んだのはコラボメニュー。こちらは、煉獄杏寿郎の炎の炙りチーズサーモン。特に辛さは感じませんでした。次に炭治郎の乳酸菌飲料。こちらは混ぜないとただのカルピス。よく混ぜると緑色も綺麗に出てきました。ほんのりとしたメロン味で、とても飲みやすかったです。そしてねずこの乳酸菌飲料。こちらはいちご味です。こちらもよく混ぜていただきましょう。あとは伊之助をゲットするため、お子様セットを2セット注文。アプリも利用して、本日は5個ゲットできました。ビッグラコンの動画も、鬼滅の刃仕様だったので、これを見るのも楽しいですよ。カプセルは家に帰って開けてみましょう。帰宅しました。どうか伊之助が出ますように。今までのことを考えると、カプセルと中身がなんとなく、キャラクターの色みたいな感じで、出てきている印象なので、この薄いブルーは、伊之助だと思うし思いたい。ピンクはおそらく女の子キャラで、ねずこかなと思います。薄い緑は炭治郎。オレンジ色のものは煉獄かぶり、かもしれません。早速開けてみましょう。まずはこちら。お、これはミニ缶バッジですね。これは14種類あるので、結構出る確率が高めな気がします。これは、みつりちゃん。緑はみつりちゃんでした。柱は全員入っているので、かむりさえしなければ嬉しいです。では次に行きましょう。これは、ぎょうめいさんですね。前もぎょうめいさんを出したような気がします。3個目。こちらもミニ缶バッジ。やはり入手確率が高めなのでしょうか。ねずこでした。4個目。天元さんでした。今のところミニ缶バッジしか出てこないですね。最後のカプセルです。伊之助だと思いたい。あれ?ミニ缶バッジではなさそうです。まずは中身を見ないように、ラインナップを確認。素顔の伊之助はいないけれども、箸置きはレアっぽいので、嬉しいです。ではいよいよ中身の確認。煉獄さんの箸置きでした。また伊之助目指して、くら寿司行きます。あ、今回もらえる下敷きは、しのぶさんのものにしましたよ。
最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。